久しぶりに、えー、このコーナーナが返ってきました、えー、今年の6月から5ヶ月ぶりなんですけど実は中断していたのに理由がありまして、えー、担当者がです、ね、社内の人事異動で別の部署に行ってしまいましてこれ後継者がいなくてですね、まあ、今回やっと見つかって再開にこぎつけたということなんですけれども今回取り上げるのは琵琶湖の渇水水不足の問題です。 今回は水位が6 3ンチ下がってきたと14年ぶりの低い水位になっているということでこのまま雨不足が続いたらかなり近畿の水がめといわれる各地の水道水なんかに影響が出るんじゃないかと言われていたんですけれども一つ大渇水が起きたのは今から27年前の1994年その時は1 2 3センチまで下がったというすごい水不足が起きましてですね その時はあは取水量、水を取る量も減らして、えー、例えば大阪でいうと水道水の、まあ、減圧給水という、まあ、圧力は下げたので水道水が蛇口に出ても出にくい状況があったりとかしたりとかあとはですね今日映像で出しましたけどふだんは、ね、あの琵琶湖の上に浮かんでてての綺麗な姿で浮見堂というところがあるんですけども、まあ、そこがあまりにも、まあ、水が少なくなって、まあ、ある種干上がったような状態になってしまってですねあの記者のリポートでありますけどあるよりも、まあ、実は もっっっと下がてていってもう陸続きになっってしまった。なので普段、まあ、あの水で行けないところに歩いて行けるということで普段の10倍ぐらいの観光客が詰めかけたので肺管停止になるという、まあ、そういうことが起きたぐらいなんですね一方でですねあの水が減ることによって普段水の中に沈んでました坂本城あの明智光秀が建てたお城なんですよ。それの石垣が出てきてその水が減ったおかげで、えー、文化財の調査ができたと、まあ、そういうこともあったりとかして、まあ、当時は大変な騒動になったんですね。で 今回はそのまあしばらく経ってきたのでその活水対策もいろいろ進んでましてですね今まで琵琶湖の水っていうのはあの岸に近い所で取ってたんで水不足が起きたら水が給水できないっていう事態があったんですけどそれをどんどん沖の方に行ったのでまあ多少水が減っても水が取れるようにしたりとかあとはその浮き見戸もですねあの干上がった姿っていうのは非常にまあ残念やったので周りをですね 2m ぐらい掘ってまあ多少水が減ってもですね あの水に浮かぶ姿を維持できるようにしたりとか、まあ、いろいろ工夫はされているんですけども、まあ、それにしてもねなんとかまあ雨が降ってこの渇水が回復してほしいなというふうに思ってますただ一個気になったことがありましてその27年前にです、ね、私の2期上の先輩がリポートしてたんですけども、まあ、当時はまあイケメンでかなりまあシュッとされてたんですけどもその27年間で,ですね、まあ、減量じゃなくてまあ増量というんですかね、まあ、だいぶあの体重が 増えられてですね、まあかなりまあ減刑をとどめてないの状況になってましてですね、まあその、えー、お姿を見てですね、まあ二十七年っていうのは月日の流れってまあすごいなっていうのをちょっと実感した次第です。